7月15日セリーグ12まとめ、スワゴー。やっと勝った。ヤフー5勝目きた。皆さんおめでとうございます。先頭打者が勝負の分かれ目だった感。優勝したかのような実況。連敗止まったけどまたすぐ連敗するから安心しろお前ら。大して嬉しくないのはなんでだろう。借金13だからかな。いやー、このヒヤヒヤ感。木沢は楽しい。さすがお友達やで。はい、ヤクルトの連敗は俺たちが食い止める。はい、負け。どっちが最下位なんだこれ。細川6番に置くくらいなら2番で使いやがれよ。さてこっちは何連敗する気なんやろ。酒がまずいわ。立浪さんよ。こやで一直線やで。3立て食らったら岡林諦めてくれるかな。ヤクルトに負けてたら上なんか見えないよな。ヤクルトが強いのか、中日が弱いのか。ベイスターズが勝ったお。横浜優勝。自爆してくれた。大勝利。浜口素晴らしかった。関東おめ。先発が徐々に揃ってきてないか。これ3立ていけるぞ。広島は移動してきて疲れたから早く帰りたかったのかな。ややできるやん浜口。浜口が HQS で関東勝利とか3時間前にここに書いたら頭おかしいとしか思われないだろうな。上本なんなの。くだらん。なんちゅう終わり方。なんで走ったん。上本は2軍な。得意のハムスタベース戦でもダメか。もうダメだな。ベテランが点差も理解してない。石原ってスタメンで使うと全然だな。ハイライト見る気にもならん負けっぷりや。アブちゃんひどかったな。全然制球できてなかったね。ヤクルト戦を除くと7月エグいな。負けました。やべえだろこれ。綺麗に終わった。お団子打線なんで打てん。見どころなかった。打線冷え冷え。どうすんのこれ。またホーム東京ドームで完封負け。赤星0勝6敗。よくわからんまま負けたな。門脇に代打で坂本でいいんじゃねえの。あるいは土田に代打でもいいし坂本温存して負けてどうすんだよ。勝ったでなんか知らんが勝った。今日のゲラは良かったわね。まさかの完全勝利。はい、岡田監督の完封勝ち。次の日に上田海がウィニングボールキャッチ。今日も投手陣様様やな。ピンチらしいピンチもなし。ビーズリー筆頭にお疲れ。勝てるんかーい。3立て回避。梅のナイスリードやったで。さすがにビーズリー赤星で落としたらあかんわな。勝てる日が来るとは。勝ったの何ヶ月ぶりだよ。ありがとう中日さん。やっぱり中日を怖がってるな木沢は。ヤフーでは再契約しとけよ。信頼できるリリーフが大西と山本しかいない。前回の原因は中日と当たらなかったからだったな。高津さんの笑顔見られただけでも強人分言った人は言った価値あるよな。そんなもんどうでもいいわ。改めて思ったのは村上が打てば点は入る。中日を抜くことを目標にしていこう。まあいい当たりがことごとくアウトになってたし、いるほど悪いゲームではなかった。勝ちと休めてよかったぞ。今日は梅津用やったわ。マジでブルペン陣作ってくれた。なぜ板山に代打石川を出すのか。どっちが再開にふさわしいかはっきりわかんだね。やっぱり石橋では盗塁阻止できないってことでスタメンマスクは加藤に戻るよね。小田や中島の枠がほんと無駄だよな。みんな気持ちよく真正面に打ちすぎなんよ。ちゃんと考えて打たないと。細川は上位に上げろ。岡林が去年並みならもう少しどうにかできたか。1割台の加藤が一番マシなキャッチャーなのがきつい。二塁をさせるキャッチャー最高。浜ちゃんお疲れ。今シーズン雄大のおかげで何個アウト稼いでるよ。いる以内で全然勝敗変わるわ。今日は終始綺麗な浜ちゃんだったな。山本だと広島の足を封じれる。これが伊藤だとやりたい放題。森だけは反省してる顔だな。浜口、お前らネットで浜口だから捨て試合とか書いてたよな。すいませんでした。ごめんね。申し訳ない。ラーセン、オースティン休養で絶対負けると思ってたわ。浜口見直したぞ。浜口がなぜローテ候補として優先的に使われるってスタミナお化けだからよな。この打線見てるの本当つまらんな。このままじゃらしやかないから打てないやつまとめて2軍の若手と交代でお願いします。まあドアだね。後の連中が無失点だからなおさら。ヤクルトしかこのグダグダ打線に付き合ってくれん。石原は我慢して使う価値あるでしょ。何かを変えて良くなる打線とも思えん。積極的なんじゃなくてただ野球が雑なだけだな。アブアは限界やな。アブアはそろそろローテ剥奪だろ。新井さんの使い方だと上本は頼りない主力になっとる。正しい使い方すれば頼れるスーパーサブなのに。2試合連続三塁踏めずってどういうこと。アホっさん、早く明日も完封なら終わりだな。休日2日こんなにどころゼロの試合を見せられた現地ファンがかわいそうです。やっぱり阪神の投手は打てない。こんな点の取れない野球見てもつまらん。リリーフ陣は頑張ったよ。2点目がいらんわ。佐々木の守備力。大山のとこだけだったのにな。何が OB 戦だよふざけんな。7連勝の耳戻しか。明日から打線の奮起を伝え。ジャイアンツ弱い。これ3立てあるぞ。巨人打線が思ったより冷えてたな。勝ったけどしょっぱい試合やった。大山が打つとは思わなかったな。寺は交流戦と広島以外は十分以上に抑えてんのね。しかし打線がひどいな。全員の予想通り2点で閉店しやがる。とにかくビーズリー様様。今日は系統策うまくいったけどもう1点だな。スライダーがストライクゾーンに入る時の寺は強い。寺最昇格してから無失点じゃねえの。小畑の盗塁だけが謎だったな。巨人より中日ヤクルトの方がやりにくいよな。浜田打率爆上げやん。高津よし。明日からも浜田スタメンな。木沢守護神3ボールになってエアーのど真ん中打ち損じてくれただけ。運が良かっただけ。運が悪いよりいいじゃん。今日から連勝スタートだ。ようやく大西山本木沢を雑にではなくちゃんと使うことを覚えたか。ヤフーではなんとか引き止めないとな。それなりのコントロールで小さく動かせる球がある上に変化の大きい球も投げれる先発は貴重。むちょ元気そうで何より。中村を立ち台とかレアだな。ヤフーで合格倍。守備考えると丸山にいてもらいたいんだがだいぶきつそうだな。山本みたいな左腕リリーフを使える日が来るとは思わなかった。結局はヤクルトが勝つには山田村上オスナが打たないと点が取れないのナイルはな。地味に長岡もどうにもならんな。とうとうクローザー木沢が独り立ちする時が来たか。立派なクローザーになってくれ。どちらが再開にふさわしいか分からせてやった。ヤクルトごときが舐めるんじゃないよ。そこは我らの指定的だ。福永田中細川カリステ板山石川に戻してくれや。ロドリゲスも打率低すぎる。イケメンだから応援したいけどこの打力では擁護しかねる。高谷は4打席立たせてなんぼな選手。大打線なんかにしてる方がおかしい。神宮は優先して高谷使いたいよな。我が輩は立浪である。 A クラスはまだない。行田さんも息一致取るで。昨日の悪い流れがそのまま続いてるな。岡林上げるのが早すぎたと散々いろんな解説者に酷評されたからもう意地ですわ。打点にしても打率1割台のスタメンが複数に見えて勝てるわけがない。細川がチャンスメーカーだと細川を返す人がいない。誰かがチャンスを作っても細川は返せない。また中島使わずに負けてる。立浪監督の悪泣き打順ガチャはまだまだ続く。7月半ばなのに首位が貯金をってすごいリーグやな。そこの争いにすら絡めないのが情けないけど上位4チーム楽しそうで羨ましい。なんか元気ないねカープ。佐野が楽しそう
だと嬉しい。一時辛そうな顔してたから。三浦も佐々木も上機嫌だな。地味にハマスタ5連勝か。ロヤオールスター明けのモンテスに震えて眠れ。ボードに震えて待て。あとは中継ぎの安定よね。 JB 派よ。山崎と伊勢が働いてくれれば続投してたんだけどな。森はジャンピングスローの練習だな。渡来も流し打ち傾向が対策されて引っ張り増えてて才能あるわこいつ。先制点取って沈黙ってのがお決まりのパターンだったが、最近は中押しもダメ押しもできてるな。下位打線の活躍がでかい気がする。山本は試しげになれるか。浜口って意外と声いいんだよな。いや、あの浜口の走塁は今日のハイライトの一つだよ。あれマジで大きかった。1位から4位が 0.5 ゲーム差ないって。このまま最後まで行ってどさくさ優勝あり得るかもな。アブは論外だけど、浜口から1点しかもエラー絡みでしか得点できない。野手もひどい。とりあえずもうシャイナーは使う必要ないでしょ。あんなスイング邪魔馬券すら出ない。明日玉村もボコられる可能性高いし、打線が期待できない。以上先発で勝敗ほぼ決まっちゃうな。ヤクルトいなかったら勝つとこがない。浜口を打てなかったら売り出し中の石田と東どうすんの。5番以降なんとかならんと当分低空飛行続くな。横断幕でチーム打率を掲げよう。あと盗塁成功率も。明日の石田ってルーキーだろ。さすがに勝てるわ。特番ヤクルトに勝ってるぞ。セーブにはまだクスしてるし、高倉は散々チャンスもらってやる気が見えない。ボール変わっているね。もうアブは勝てないかも。こういう時にシャイナー当たりに一発出たらいいのに。打線の目覚めを待つしかないわ。采配でどうにかなりそうもない。今の選手層なら打順なんて阿弥陀くじで決めても結果は同じになりそう。こういう戦直前のハマスタでは敵地でもなぜか負ける気がしなかったんだが、今回は明日明後日も全く勝てる気がせん。なんでこうなったんだろうな。末金がいない。大山 FA で取れないの欲しいよな。甲子園はビジター隅っこ上段のクソ席なのに、なんでうちはあんなにレフトスタンド開放してるの。今年はこんな感じで終わりおろおろだろうな。大型連勝からの連敗、巨人の昔からあるよくあるパターンやね。坂本が一軍に戻ってからの巨人ってなると、坂本もチームも頑張れや。岡本の好調期間も終わったか。タイガースがあるエロやん。佐々木だわな。やっぱチャンスで三振。2点目のランナーを返す投球。明日再起なのにどうすんのよ。再起だし秋広スタメンぐらいやってほしいな。佐々木はもういいよ。阪神と実力差は感じないな。なんか紙一重って感じ。優勝するチームっていうのはここからダラダラと連敗しない力がある。明日がマジで大事。テルのホーム走塁良かったな。やっぱり夏の大山やな。コンマセの5球団全然力の差ないな。トリマバンテリンの連敗分は取り返したな。地味にずっと生え抜き打線やな。先発に勝ちがつくのが嬉しい。大山より強そうなチアの皆さん、大山は4番が合わない。5番か6番でずっといれば数字上がってくるよ。なんや今年はどこかが抜け出そうとすると叩かれて入れ替わる。モグラ叩きみたいなシーズンやな。中野には送りバントさせろ。小畑はバント練習しろ。桐敷大事に使ってやほんまに。このまま打順は戻さんでいいやろ。桐敷明日はベンチ外やね。当然か。石井監督僕の休みは明日は再起関東を岩崎だけ使うパターンならいいな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。